ただよりの奴ら奉仕を。待たせてしまったな。三階様、よく来てくださった。ただよりの末裔に導かれた。何があった？ただより公の嫡男が書いた巻物を蒙古が見つけてしまったのです。私はその解読のため連れてこられました。鎧は奪われたか？酒井様が来ると信じ、違う場所へ行かせました。賭けに出たのだな。私の勝ちですな。鎧はこの石碑の下にあります。さ、ご自分で手にしてください。ただよりの石碑だ。ただよりの鎧、絵も言われぬ美しさだ。